水神社は、秋田県大仙市にある神社、千国千寺観音東京像現在秋田県、唯一の国宝であり水神社の神体である。この鏡は、もともとこの神社に奉納されるために作られたのではなく、工事中に偶然発見されたものである。1677年玉川から久保関川まで、水路を引いている途中、野中村さん、うねめや地の地中1.5メートルから故郷が発見され、 藩主の佐竹義所に差し出したところ、関神として祀るようにと言われた。そのためこの水路を掘っていた草薙寺財門が水神社を創建し奉納した。1938年7月4日、随花町長八両教の名称で、旧国宝保存法に基づく国宝に指定され、1953年11月14日には、戦国戦時観音東共像の名称で、 文化財保護法に基づく国宝の指定を受けた。その後11月14日は、発見地中川町の町の記念日となった。鏡像とは、金属製の鏡の表面に、仏、菩薩などの像を千告等で表したものである。本作品の鏡の直径は13.5センチメートル、厚さ7ミリメートル、重さ520グラムの白銅製。鏡面には、細い線で仏像が彫られている。 鏡面中央には連台に立った十一面線樹観音像を表し、左右に、剣族八体、向かって、右下に、バーヤブ仙人、左下に、駆毒天が配されている。教牌は中央に、つまみがありそれを囲むように、蝶、鳥、さらにその外側に、放送下が表されている。教牌の模様の上には、仏師層高乗を重む器具手、円略層、人しゆうジョグ、 首都元安女子の宣告名がある。作風や名文から、鏡自体は平安時代初期、宣告は平安時代後期の制作と推定される。名文中の仏通思想高則については不詳。句主は短主すなわち世書の意であり、延略層。人と主友は11世紀半ばに延略寺で活動した同盟の学僧に否定される。藤元玄安女子は、 源康の娘の儀であり、源康は、源の綱の孫にあたる武士である。戦国戦時間論像と共像を見られるのは年に一度の、例祭の中で公開されるわずか1時間ほどであるが、レプリカは中戦市民会館に常時展示されている。現物は本殿に保管されていたが、環境が悪かったため2007年11月16日本殿を国、新たに建造をされた。 専用の保管庫に移された。水神社の鎮守の森は1679年に植えられた杉等で構成されており、そのうち4本の杉が大仙市の天然記念物に指定されている。週刊朝日百科日本の国宝98、PP10 から250から251、名文中の用語については、PP283 から288を参照した。 1993年3月30日中船長、指定。その後中船長は2005年に合併して、大戦士となったため、指定を真摯に引き継いだ。ありがとうございます。